バリヤード欲しい。来たよ、野生のバリヤード。さあ、あ、全然股の間を通っていった。はい、ということで今回もやっていきたいと思います。はい、それじゃあとりあえずジムリーダーを倒したんで、次の町に向かえばいいんかな。これはよし、やっぱりここは一回一回復活するのね。技術手下切りで切りますか。はい、なんか木の成長早すぎで、ちょっとかい、お、あ、かすみ、あら君、へえ、マチスさんに勝っちゃうなんてすごいね。順調順調。はい、お疲れ。かすみがポケモンたちを元気にしてくる。あ、マジでありがたい。マジでありがとう。嬉しいわ。え、私海水浴よ。狭いプールから飛び出して広い海で泳ぎたい時もあるの。これからどこ行くの。この近くのディグドの穴って言った。あら、だったら連れてってあげようか。あ、お願い。いいわよ、行きましょう。あ、あれやん、マチス戦さ、ディグダの穴でディグダ捕まえてきたら楽勝やったんやない。ここがディグダの穴よ。うん、ディグダが掘り進んでできた穴なの。じゃあね、いろんなポケモンと出会ってね。ありがとう、かすみ。なんか各地にかすみ出てきてくれんかな。こっちは何がある。あ、そっか、コーチトレーナー。どうも。11番道路って、11番道路ってゾロ目でいいよね。そんなゾロ目なコーチトレーナーは俺。コーチトレーナーである俺に挑戦したいかい。コーチトレーナーって言いたいだけや。勝負します。さあ、ビシバシ行くぞ。それそれ、この横におる子らったわ。あの男の子の子らったずっと前におるけど、コーチトレーナーのニーダが勝負を仕掛けてきた。ニーダ、どんな名前ニーダ、お、子らったや。コラッタとか弱い。コラッタレベル21。さっきラッタもおったよね、草むらに。あの子をちょっと捕まえたいんやけど。さあ、行け、岩なだれだ。岩なだれ。お、一発ではいけない。まさかの一発ではいけなかったぞ。行け、行くんだ。はい、岩のだれ。オッケー。この一匹だけやろ、コーチトレーナー。やばくない?コーチなのに、ポラッと一匹で挑んでくんなよ。コーチトレーナーの新潟との勝負に勝った。君強いな。お、2100円ありがとう。目に光が酔ってないけど大丈夫?君強いね。気分がいいからこれあげる。お、アイナ、EV の飴をここ手に入れた。ありがとう。EV の飴を使えば EV がずっと強くなる。特定のポケモンの飴は同じポケモンをよく捕まえたり、博士に送ると手に入るかも。そういう感じなんや。あ、全然あの子のポケモンではないんやね。ちょ、私ラッタが欲しいんです。さあ、おいで。これでコラッタを進化させることなくラッタを捕まえてやる。さあ、来い。全然ダメだった。さあ、来い。そや、ナイス。どこまでモンスターボールでいけるかな。あー、やばい。本当に?本当にもう少しで捕まえられた?全然ダメな気がしたけど。今のは何の文字も出てなかったけんな。ナイスの時より何の文字も出てない方がいい。どういうこと?え、つら。お、ゴローンとミュウがレベルアップ。やったね。ゴローンレベル35に上がった。お、ミュウがレベル18。嬉しい。そして、はい、ラッタのデータが新しくポケモン図鑑に登録されます。ラッタ、ネズミポケモン。後ろ足にある小さな水かきで川を泳ぐのは水の中の餌を取るためだ。川におるような動物を食べるってこと。虫?虫かな。あれはビジョット。ビジョン。まあ、スリープや、スリープ、スリープ欲しいスリープ欲しい。おいで。さあ、来い来い。今日こう、今まで、まだね、出てきてないポケモンは捕まえていきたいよね、やっぱり。さあ、おいで。やった!一発!嬉しい!イェーイ!スリーパーも欲しいな。
ケーオッケー。これでスリープのデータも新しくポケモン図鑑に。スリープ催眠ポケモン、いつも一緒に眠ってみると時々昔食べた夢を見せてくれる夜がある。昔食べた夢を見せてくれる。どんな夢を食べてきたんやろ、ちょっと気になるね。だいぶ気になるね。クリスタ、この辺は野生ポケモン。はい。拾わせて。アイナ、虫寄せコロンを見つけた。ほいほい。そして、なんかいいポケモンいないんすか。ディフェンダーを見つけた。スリープか。スリープばっかりだな。シルバースプレー。これ虫除けスプレーと同じ効果のやつよね。なんか虫除けスプレーのさらに豪華版みたいな。お、元気のかけらを見つけた。なんかちょっとあるかなーと思って岩を調べたり。バリヤード欲しい。バリヤード欲しい。来たよ、野生のバリヤード。さあ、全然股の間を通っていった。ほい、今のちょっとダメやったね。ギリギリ当たってなかったね。あー、くそー。この次がさ、多分シオンタウンやと思うよね。やけん、ゴーストタイプのとこやけん、エスパータイプがだいぶ活躍してくれると思うけん、こう、スリープとバリヤードを持っとったらだいぶ楽になるんじゃないかなと思うんやけど。うわあれか。全然違うところに。シオンタウンは、ジムがなくって、なんか、なんやった?タワーみたいなのがあるとこやっけ?そう、全然捕まえられない。バリヤード欲しいよ。おいで。おいで、バリヤード。くそ。ああ、ちょっと逃げそうじゃない?大丈夫?お、なんかギリギリ当たったけど。おいで。ああ。そろそろ逃げちゃうって、それ。あ来い。ああ。もうちょっとでしょ、今の。グレート、どうや。どうや、どうや、どうや。いい加減捕まっておくれ。ああ。あ、逃げる。逃げるよ。逃げるよ。グレート、はい。何回か当てたら必ず捕まえれるみたいな、ないかな。おっしゃ、来たー。バリヤード苦戦した。うそ。でも捕まえれてよかったわ。ニドリーナレベル22、やったね。お、イーブイレベル23、ピカチュウレベル20。お、よきよき。さあ、これでバリヤードのデータがやっと。バリヤード、バリアーポケモン。あ、フェアリータイプもあるんや。パントマイムが得意で、いつでも練習している。ないものでもそこにあると信じ込ませる。いいね。さあ、もうこれぐらいか。お、びっくりした。なんかと思ったやん。俺は仲間のうちで一番強いぜ。どうも。リフダの穴は、なんやっけ。通り抜けるところじゃなかったんやったっけ。船乗りのヒロノブが勝負を仕掛けてきた。え、でも、リフダの穴を抜けて、なんか街に着くんやった。え、どうやったかな?全然覚えてないけどさ。全然覚えてないやけど。さあ、行け。ゴロン、雷パンチ。イェーイ、一発。ヤドン、水タイプやもんね。水エスパーやったっけ?あ、エスパーはなかったんか。もっと強いポケモン出ないとダメか。モンスターボールありがとう。さっきいっぱい使ってしまったけん補充しとかんと。たまに山から降りてくる太ったポケモン、あれ捕まえたら強いんじゃないかな。山から降りてくる太ったポケモンって何、めっちゃ気になるけど。とりあえずここのモンスターボールを。お、スーパーボール5個をやったね。オッケーオッケー、いい感じ。こっち何。あ、どうも。大事に揃ったポケモン、そろそろ戦わせてみよう。私で腕試しですか?ミニスカートの巴が勝負を仕掛けてきた。プリン!ということは、プリンということは、今のままで大丈夫かな?ここで、
レグス6、雷パンツ。いけ、雷パンツ。オッケーオッケー。効果抜群とかではなかったけど、多分レベルでゴリ押し。ニドリーナ。じゃあ入れ替えます。ニドリーナやけん。誰がいいんだ、ニドリーナには。わからねえ。ミュウで行こう。とりあえず。あ、でもミュウスピードスタート発達しかない。どうなんそれ。レベル的にはこれぐらいかなって感じやけど、かわいい。ミュウなかなか使わんけんな、私。スピードスター。いけー。いや、かわいいっすね。かわいいっすね。効果抜群やん。やばいやばいやばい。頑張って。スピードスター頑張って。なんかこのさ、攻撃、この、何、戦闘シーンを見よったら、めっちゃなんか昔の64のさ、ポケモンスタジアムを思い浮かべるよね。バイバイ。ありがとう。さようなら。それは何？ポケモンに言ってるの？違うよね。私にだよね。ああ、もっと強いの探してこよう。なんかかわいそうだわ、ポケモンが。こっちは何があるの？ポケモンに名前つけるの結構悩んじゃうよね。一緒のこと、毎日名前を変えるのはどうだろう。覚えれんやろ、それじゃ。どうも。チオンタウンへ向かうなら、岩山トンネルを抜けるといいよ。カナダシティからなら、岩山トンネルに行けるよ。カナダシティから？あ、そこからなんか、チオンタウン。びっくりした。めっちゃびっくりした。これ、ピジョン？ピジョン？ピジョット？ピジョットじゃない？これ違う？ちょ、なんか、ちょ、一回当たってみよう。ちょ、一回。あ、ピジョンやった。普通にピジョンやった。ピジョンならちょっといいよ。の、持ってるから。いや、別に持ってても捕まえ、お、え？色違い！色違い来た！え、めっちゃ嬉しいんやけど。ちょ、待って。初やん。初の色違い、ちょっとおいで。ちょ、頑張って捕まえるわ、私。向こうから飛び込んできてくれた、私の胸に。一発一発やったね。イエーイ。嬉しみ嬉しみ。お、ミュウがレベル19。よきよき。これはさ、進化しても色違いな。その辺がちょっとよくわかってないんやけど。いやー、嬉しいっすね。私の動画の中で色違いポケモンが出てくるとは。そんなこと今までなかったもん。一応さ、あの、ポケモンクエストとかではあったけど、なんかこう、普通ので出てくるとは思わんかったね。じゃあちょっとリグダの穴の方に行ってみます。ここはここだけで終わりのとこか、抜けるとかじゃなくて。どうもおじさん。たまげたもんだ。この長い洞窟、リグダが掘ったんだと。こんなん長かったんかな、ここ。とりあえずリグダ捕まえたいよね。え、なに？あ、ディグダ、ディグダ、ディグダ、おいで、ディグダ。欲しい。めっちゃ動くやん。はい、野生のディグダ。ちょっと待って。全然ダメやった。あ、おいで、グレート。ディグダとダグトリオが欲しいかな。多分、両方とも進化させんでも出てくると思うよね。イェーイ、一発。そして、新たにディグダの情報が。ディグダ、モグラポケモン。暗いところを好む。ほとんど地中で過ごすが、洞窟ではよく顔を出している。オッケーオッケー。どん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 図鑑が埋まっていくのが嬉しい。ここは何かしらストーリーとかはあったんかな？ポケモン捕まえるだけのところやったっけ？まあ、一ね、一回、昔、初期のやつやっとるけど、こう、あんま覚えてないし、新たなストーリーが追加されとるような場所もあるけんね。謎なんだな。あんまポケモン出てこんね。でも、まあ、あの、何？フィールド上に現れてくれるけん。まあ、楽かなって感じはするね。どうも。ん？どこかにここよりもずっと真っ暗なトンネルがあるらしいな。岩山トンネルのことかな。あ、そういうところって何？フラッシュとかいるんやないん？あ、何？町に出てきた？2番道路。は、早っ。え、早っ。
マジか。ここはディグダの穴。ここはどこなんやろ。2番道路。あ、なに誰アイノさん。僕覚えてます？ほら、オーキド博士の助手です。ちょうどよかった。いいもの見せましょう。いや、ここだとちょっと明るすぎるな。アイナさん、中でお待ちしてますよ。何？フラッシュでもくれる？女の子を暗い場所に誘い出すなんて。そんなに暗くない。来ましたね。早速いいものを見せましょう。実は僕、秘術影明けをマスターしたのですよ。あ、これがフラッシュの代わりってことか。さてさて、電気を消してと。はい、真っ暗になりましたね。ここで心を落ち着けて。深く深呼吸をすると、どんなに暗くても、周りの様子を感じ取ることができる。お？ほら、電気をつけなくても明るく感じるでしょ。僕の集中力が周りの人にも伝わるのです。アイナさんにも教えてあげますよ。お、ここでまたイーブイが。え、アイナさんじゃなくてイーブイが覚えるの？え、秘術消さぎりも使えちゃうって？大木戸博士が言ってたけど、かなり特別みたいですね、そのイーブイ。面白い。教えてみましょう。もう一度暗くしますよ。さあ、イーブイ、僕と一緒に心を落ち着けて、深く深呼吸をして、周りの様子を感じ取る。これはイーブイがしたっていうのはどうやってわかるの？この男の人がしたことにならん？イーブイは秘術輝きを覚えた。君のイーブイ、実に素晴らしいです。どんどん秘術を使ってくださいね。秘術は技ではないんで、戦う元気がなくても使えますよ。ありがとう。よし、これで岩山トンネルも越えていけるわけだ。秘術輝きを使えば岩山トンネルが通れるね。知ってる？カナダシティから右に抜けた先だよ。カナダシティから右に抜けた先か。了解です。お！お、アイナ。アイナも助手さんから輝きを教えてもらった。え、アイナじゃなくてイーブイが覚えた？相変わらずすごいな、アイナの相棒。あ、輝き使えそうなとこ、俺知ってるぜ。近くまで連れてってやろっか。お、行く行く。あ、今すぐ連れてってやるよ。行こうぜ。なんかここ下も、けさぎりで行けそうな感じだったね。あ、ここね、花田シティから東。こっちの方な。こっちにずっと行くと、岩山トンネルっていう真っ暗なところがあるらしいんだ。輝き、輝きで照らせば暗いところも怖くないぞ。だな。ありがとう。相変わらず親切なしげるですな。しげるは今ここを通って向こうへ行ったんじゃないの？なぜまだ木が生えてるんだ。意味がわからないぞ。お、鬼ドリルとかおるね。はい、じゃあとりあえず今回はこの辺で終わりにしておこうかな。降りてくるかな、あのラッタ。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。え、結構ね、こう、私の友達とかも、この、ピカチュウイーブイしよる人、色違いをめっちゃ集めとんやけど、すごい時間がかかるって言ってけん、たまたま出てきてくれて、嬉しい。